どうも、ハイチーです。今週の土日月で3連休ですよね。で、1、2学校とか、まあ会社の方もいらっしゃると思うんですけど、その後に3、4、5、6で4連休っていう、ゴールデンウィークがやってきます。まあ、学校とか部活なんて方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ多くの方がそういう連休が来ると、楽しいですよね。ハッピーですよね。ただ、そのゴールデンウィークを明けた後にですね、まあ学生のみんなもそうだし、社会人の方とか、まあ多くの方を苦しめる、あいつがやってくるわけですよ。そう、それが五月病です。で、この五月病はですね、まあいろんなね、こう、精神的なとかいろんなこんな症状があってとかいろいろあるんですけど、学生の五月病って長引きやすいんですよ。で、なんでかっていうと、社会人だとね、なるんだよ。なってたし、自分も。なるんですけど、会社に行ってると、当たり前ですけど、働かなきゃいけないんですよ。まったりできないんですよ。そう。やんなきゃいけないと。で、やんなきゃいけないことがあるから、気持ちが乗らなくてもやるんですよね。で、やってるうちに、だんだんリズムが勝手に取り戻してくるんで、戻りやすいんですけど、学生って、まあ、勉強だったり、部活だったり、やんなきゃいけないんですけど、やらなくても大丈夫だったりするわけですよ。そうすると、リズムが取り戻しにくくて長引くんですよね。で、5月病が長引いちゃうと、その後に定期テスト来るでしょ。中間テストが。で、そこにかなり影響が出ると。で、俺、前よく話しますけど、学年の最初のテストってものすごく大事で、その学年、新しい新生活の、その自分がこのぐらいの位置にいるんだっていうイメージを作るテストなの。例えば、300人いた時に、実力じゃ真ん中の150だとしても、たまたまなんか50位取れたら、あ、俺このぐらいいけるんだとか、あ、私このぐらいで入れるんだっていう先入観ができるんで、いいイメージで次も勉強できるんですよ。頑張ったらこのぐらい取れるじゃんって。なのに、150の力があるのに、なんかうまくいかなくて230とかだったと。そうすると、もう学年でこの辺なんだ、自分はって思い込んじゃうとね、下の方のイメージがある時に上ってすごく上がるの大変なのね。だから、最初のテストってすっごく大事。でも、そのすっごく大事なテストの時に、五月病で苦しんじゃうと、まあ、痛い目見るわけですよ。で、やっぱり、多かれ少なかれ、多少症状は出ると思うのね。五月病に関しては。でも、ある程度防げたらいいじゃないですか。で、一応、今回、まあ、いろんなものをちょっと読んでですね、五月病を防ぐというか、こういうことを意識したらいいよっていうのが書いてあったんで、ちょっとそれをお伝えしようと思います。で、まず第一。で、これが一番大事で、とにかくリズムを崩さないっていう。これですね、連休があると、まあ、わかりますよ。わかるんですけど、連休があると夜更かししたくなるんですよね。なる。で、もちろん学校がない。まあ、部活あったとしても、学校と同じ拘束時間はなかなかないですよね。朝の7時過ぎに行って、夕方までなんで、なかなかないと思うんですよ。午前連とか午後連が多かったりするから。だから、自分の好きな時間が増えるんですよね。で、その上、次の日休みだから夜ね、夜更かしても大丈夫だし、朝早く起きなくてもいいしってなるんで、まあ YouTube 見たりとかさ、なんかいろいろやったりとか、ゲームしたり LINE したりわかんないけど、ね、夜更かしをしがちになると。で、それがね、一番ネックになります。一番の原因だと思う。自分の中では。いや、さっきも言ったけど、気持ちはすごいわかる。俺もやるしね。そう。だけど、まず、寝る時間と起きる時間、特に起きる時間の方だね。そう。そこを固定しよう。今までみんなが学校行ってる時に大体ありますよね。このぐらいに寝て、このぐらいに起きるっていう。そこは変えないっていう。その起きてる時間に YouTube 見る量が増えても俺はいいと思います。そこは構わない別に。ただ、寝る時間と起きる時間だけはここは死守しよう。そう。それが一番リズムを崩しにくくなります。この二つをまず守ることが。で、それプラス、もし、そのね、連休中に勉強を1日30分でもやってくれると、やってやろうじゃねえかと思ってくださる方は、その30分の勉強時間もできれば同じ時間に固定してほしい。特に夜の時間。夜って家いるじゃないですか。だから夜は固定しやすいんですよ。で、日中、昼間は、例えば、この日は部活があったりとか、この日は友達と遊び行ったりってことで固定しにくいんで、昼間は構わないんですけど、夜は固定した方がいい。つまり勉強時間と、まあ、睡眠、寝る時間と起きる時間。ここをまず絶対死守するっていうところをまず意識してください。で、二つ目がですね、これさっきのとちょっと関わってくるんですけど、日光を浴びてください。
そう、まあ雨だったらしゃあないんだけど、その日光を浴びるっていう。でこれはですね、五月病云々ではなくて、よくうつ病の話にもつながってくるんですけど、家に引きこもってしまう、つまり太陽光を浴びないと、浴びる量が減ってしまうと気持ちって下がりやすくなるんですよ、人って。で逆に太陽光を浴びるようにしてると気持ちが上がりやすいっていうデータが出ていて、まあそれが本当にね、科学的根拠があるかどうかわかんないんですけど、一応データは発表されていて、でそれが五月病も通じるらしいんですね。で、まあ、昼間起きてるからいいじゃんってのもあると思うんですけど、外に出ましょう。一日ちょっとでいいから。そう、運動しろとまでは言わないんで、ほんと散歩とかでも構わないし、ちょっとね、出て、太陽光浴びて、うわーみたいな。日光浴みたいな感じで構わないので、そこをね、二つ目、意識してみてください。で、三つ目がですね、今度食べ物です。で、食べ物もそうなんですけど、まず、食事を抜かないっていう。で、一番大事なのが、朝食です。で、休みの日って朝食抜きがちじゃないですか。あ、どうなんだろうな。俺の周り結構抜きがちな人が多くって、そこね、抜かない方がいいです。朝が、まあ頭がスッキリしやすいっていうところもあるんですけど、で、朝あんま食べない生活をしてる方って、食べると気持ち悪くなったりする子もいるんだよね、実際ね。で、その子に無理強いして食べろ食べろってのは難しいんですけど、例えば、バナナを半分だけ食べるとか、ちょっとヨーグルトを少し食べるとかでも、もう全然違うんですよ。多少で構わないんで、朝何かを食べるっていう習慣をつけてください。で、食べ物に関してなんですけど、いっぱいちょっとネットに書いてあって、その中でもまあ食べやすいものをちょっと出してみます。例えば、まあ豆腐とか、あとまあ豆乳は飲まないか。まあ大豆製品ですね。納豆とかもそうなんですけど、あとはヨーグルトとか牛乳。で、あとはまあ肉類だと、ささみ、鶏ささみとかが食べやすいですかね。まあレバーとか多分嫌いが多いと思うんで、で、まあ、果物だとバナナとかキウイとか。で、あとナッツ類。まあ、ピーナッツとかアーモンドとかもいいって言うんですけど、まあ、こんなところ、まあ、他にもいっぱいね、魚とかもあるんですが、刺身とかマグロとかね、そういうのもあるんですけど、まあ、こういったものがいいということなので、まあ、料理を作るのは多分ね、保護者の方がするので、ね、これを話してちょっとこういうの作ってよっていうのは難しいかもしれないですけど、ひとまずはみんなができることは朝食を抜かないっていうことはできると思いますので、まあ、この辺意識してみてください。はい、ということで、まあ、いろんなサイトとか、まあ、本とか見てると、いろんな情報が書いてあって、まあ、今回紹介したもの以外もたくさんあるんですけど、まあ、実践しやすいというか、皆さんが意識しやすいところから今回ね、紹介させていただきました。5月病、まあ、最初にも話したように、学生が戻すのはね、こう、結構ほんと大変なんですよ。大変なのに、そのテストがある分、影響が出やすいんですよね。だるい、まあ、休みが続くからさ、学校行きたくねえなとかめんどくさいなって感情は出ると思うんですよ。で、あーめんどくさい、誰やる気出ないって状態でテストが起こって、でテストもうまくいかないって悪循環でどんどん、その1年のスタートが始まっちゃうのはすごくもったいないので、まあ、今回紹介したことね、全部できるかどうかわからないですけど、自分の中でちょっとやってみようかなって思うところから、ぜひね、チャレンジしてもらえたらと思います。